ですよね。うむ、余も驚いたぞ。人間の中にあれほどのサモナーが存在しておったとはな。ま、あれでも若い頃はそれなりに有名なサモナーだったらしいからな。本人は自慢なんてしねえけど、村の人たちから聞いた話じゃ、昔は貴族や王族からも依頼を受けることだったそうだ。ほう、召喚術は独学で身につけたのか。だいぶ前に親友から教わったって言ってたな。ゼノンの呪いのせいで昔の記憶が薄れてよく思い出せねえみたいだな。なるほどね。貴様にとっては自慢の母親というわけじゃね。しかし、あれほどのサモナーに術を伝授したのなら、その親友とやらはよほどの術師よね。Thank you.
ごしらえするか。花子が作ってくれた握り飯があるんだ。お前たちも食うだろう。無礼者。このような場所でレディを食事に誘うとは、礼儀というものを知らぬのか貴様。そうですよアデルさん、こんな汚いところで姫様ともあろうお方がお食事なさると思ってるんですか。じゃあ食わねえんだな。いただこう。食べるんですか姫様。せっかく花子が作ってくれた食事を無駄にするわけにはいくまい。ほらよ、これが握り飯と申すものか。初めて見る食べ物じゃな。なあピンク、何ですか姫様。握り飯なら分けてあげませんよ。そうではない、この作戦、まことにソチに任せておいてよいのか。なんとこれはイナコと、僕めちゃ傷つきましたよ。このティンクは信用できないと。率直に申して、全く信用できない。言いにくいこと、あっさり言いますね。いいでしょう、なら説明しましょう。この沼はここら一帯では有名な危険区域。中でも恐ろしいのは固有種の魔物です。年を経た者になるとレベル100以上の強者もいるとかいないとか、未確認の UFO なのですよこれが。早い話が、その魔物にアデルさんを食べさせようという作戦です。僕たちはもちろん戦わず、来たこらさっさとトンズラします。なるほど、ソチもつくづく悪いよな。いえいえ、姫様ほどでか。地上に反逆する者には死あるのみ。あやつ自身も望んで戦いを挑むのじゃから、
死することになっても仕方あるまい。だがそうなれば太郎と花子はどういう思いをするじゃろうな。なあ、今気づいたんだけどよ、なんでゼノンがお前を助けに来ねえんだ。お前が行方知れずになってるのはとっくに分かってるはずだろ。それなのになんで世界中で大騒ぎになったり追跡者が現れたりしねえんだろうな。貴様、よう愚弄するか。余が本当は魔王ゼノンの娘ではないとでも申すつもりか。何言ってんだお前。父上は余を何よりも大切に思ってくださっておるのじゃ。余のためだけに建てられた美しき屋敷、世のためだけに作られた調度品の数々、世のためだけに働く召使いたち、そして毎日のように送り届けられる花束と贈り物、全てが世のためだけに与えられたものなのじゃぞ。こんなことは魔王ゼノンともあろうお方が他の誰に対してするというのじゃ。申してみよう。何怒ってんだ。誰もお前が娘じゃないなんて一言も言ってねえだろ。へっ貴様が無礼なことを聞くから悪いのじゃ。Yeah.
一つ聞いてもいいかな。なんだよ、まださっきのこと怒ってんのか。また無礼なことを聞くつもりか。そうじゃねえよ。魔王ゼノンってどんなやつかと思ってよ。伝説ばっかりで本物のゼノンを見たやつが一人もいねえから、やつなのか想像もつかねえんだよな。それは父上は優しいお方じゃ。常に大いなるお力で世を守っていてくださる。あれほど立派なお方は他にはおらぬ。ティンクはどうだ。僕直接はお会いしたことないですけど、とにかく恐ろしいお方らしいですよ。逆らう者、命令を果たせぬ者は誰であろうとも容赦なく処刑する残虐非道さ。まさに魔王ってやつですよ。またえらく対照的な意見だな。魔王神と恐れられるゼノンも娘にだけは甘いってわけか。意外に親バカなんだな、ゼノンは。貴様、世だけならまだしも父上を愚弄するのは許さぬぞ。そうじゃねえって。ゼノンみたいな悪魔にも親子の情があるんだなって驚いただけだ。悪魔にも家族ってものがあるんだな。そうか、貴様もそう思うか。なんだ、あんまり近づくなよ。貴様の申す通りじゃ。父上は世を愛してくださっておる。それは世と父上だけの特別な絆、父と娘にだけ許された大いなる愛なのじゃ。悪魔にも愛情があるっていうのはよくわかった。だが、その父親を
俺は倒さなきゃならねえ。ちっ、こんな話聞くんじゃなかったぜ。倒しにくくなっちまうじゃねえか。あれれ、おかしいですね。もうぼちぼちお待ちかねの魔物がお出ましになってもいい頃合いなのに。おい、あやつに聞こえるぞ。で、その魔物はどんなやつなのじゃ。この沼地一帯の固有種と申しておったが、すでに絶滅したなどというオチではなかろうな。もうせっかちなんですから、そんなにすごんじゃ嫌ですよ。慌てなくてもそのうち。ああそうそう、ちょうどあんな感じのやつですよ。っていうかまさしくあれです。アラフの魔物か。はぁーかも、逃げましょう姫様。それも一目散に思い出だけ残して。父上、魔王ゼノンに殺されるのは奴とて本望ではない。しかし志半ばにして名もなき魔物に殺される、世の常という儚きことよ。あやつが死すれば、タロンの花子はさぞかし悲しむことであろうな。何を甘っちょろいこと言ってんですか姫様。あーた悪魔でしょうが、しかも魔王ゼノン様の娘でかしょ。力なき者は死んでいくのが世の常。姫様、ひそくしたパンの枚数をいちいち覚えているんですか。要は肉の方が好きじゃん。チェッカー、そのことじゃなくて、生き残っていくにはついに何かを犠牲にしていかなくちゃならないってことですよ。姫様のゆくゆくは悪魔どもの頂点に立つお方。そのような砂糖漬けのウイスキーボンボンがごときお考えでは困ります。じゃがな、ティンクよ、あやつは世を人質にもせず父上のもとへ送り返すと約束しよったのじゃ。しかもあやつは面倒なことにも未だ約束を守ろうとしておる。敵と約束を交わしたり敵を信用するなど世には全く理解できない。世はあやつの真意がどこにあるのか見極めてみたい。姫様、そんな綺麗事。ランプショットが誰に俺の動画線に火つけた命知らずを。そこへ直りたい。鉄バット2000回じゃない。
Yeah.
知ってる種族だったのか。まあな、この位は常識じゃ。年を経た者はレベル100にもなるらしいぞ。レベル100か。次に見かけたら要注意だな。 姫様、今のは不可抗力でしたけど、次は確実にアデルさんを地獄に落としますよ。いいですね。姫様も最初からそのつもりだったんでしょ。まあな、しかしあやつは敵であるようなことばを信じて約束を守ろうとしておる。世には全くもって理解できぬ行為じゃ。だからこそ あやつがどこまで本気なのか。姫様、頭大丈夫ですか。初めて下界の生活に触れたせいでおかしくなったんじゃないんですか。そうじゃな、一時の気の迷いかもしれん。じゃが許せよ、ティンク。今しばらく付き合ってもらうぞ。 何故戻ったか。姫様の行方を探している途中、気になる情報を手に入れましたので。何だ、申してみよう。あ、ホルルト村方面にある宮殿が何者かに襲撃されました。例の魔人の仕業か。その可能性が高いかと。 魔人の分際で魔王に逆らおうとは身の程知らずな様子。いいよかろう、その魔人をおびき出せば。よい。魔王ゼノン様の仰せのまま。
ということで問題ないっすね。おや、召喚された方と非国籍にいる方が違う気がするっす。しかも関係ない方がたくさんいるっす。もうわけがわからないっす。このまま進めてしまうっす。
Yeah.
Thank you.
ベルダイムにいるって言ってたっすよ。それに俺たち魔王ゼノンの娘を見つけたんすから間違いないっす。でも捕まえられなかったんでしょ。っていうか帰り討ちに遭う低体力。今度は捕まえるっす。怪しげなカエルから娘の盗撮写真を効果買い取りしたっすから、これさえあれば娘を探せるはずっす。ティンク、ソチはなかなか商売上手じゃの。誤解ですよ姫様。あれは我々の鉄壁のチームワークを乱すための狡猾な罠ですよ。騙されちゃいけません。こいつが魔王ゼノンの娘っすよ。マジで？向こうからのこのこ現れるなんてちょっと都合良すぎんじゃないの？いいんすよ、所詮ご都合主義の世界っすから。こいつがいつかな。確か魔王ゼノンと対立する魔人の手下ども、奴らが魔人エトナ。それは好都合じゃ。余が退治してくれようぞ。やめましょうよ姫様。姫様もカエルにされちゃいますよ。じゃがエトナを倒せばお主も元の姿に戻れぬかもしれぬではないか。おい貴様ら、魔人エトナと申す者はドイツじゃ。世の前に進み出よ。世の名はロザリンド、魔王ゼノンが一人娘じゃ。いざ尋常に勝負いたせ。おい勝手に話を進めろだぜ。みんな口くさ食ってる場合じゃ。へえ、あんたがゼノンの一人娘。本当にいたんだ。こんな子供は引っ込んでおれ。魔人エトナとやらはどこにおる。私がエトナだけど。はぁ、おいしそう。ファクチーをこんな姿に変えたあいつと全然違うじゃんけ。よなんと父上の宮殿を襲撃し、ティンクをかような醜き姿に変えたのは魔人エトナではなかったのか。お前絶対に魔人エトナの仕業だって断言してたよな。
どういうことだ。だってだってゼロ様以外にあんな強いやつがいるとしたらマジンエトラしかいないって。普通ならそう思うけのドゥエ。ガスネタつかますために逆ギレかよ。赤い方の人格は最低だな。ジャガ、ティンクの申すことにも一理ある。お主まことに魔人エトナなのか。どうも魔人とは信じがたいの。こんなペチャパイの小娘が。あったー、めっちゃ強いよこのお方。僕ちんはあなた様の忠実なしもべです。どうか家来にしてちょうだい。切り替え早えな。おいライブってもんがねえのか。私が本物なのはこれで分かったでしょ。あんたこそ本当に魔王ゼノンの娘なの。そうじゃ、世は正真正銘魔王ゼノンの一人娘。あっそう。じゃああんたの親父んとこを案内してくんない。今すぐ。何言うじゃん。待ってんじゃん。ぶっ殺して私が魔王になるためよ。教えてくれないなら一人ずつぶっ殺すわよ。誰だよこんな場所に案内したやつは。俺でーつきし言わぬ。このロザリンド脅しには屈さぬ。父親をかばおうってわけ。涙ぐましい光景だけど、それはそれ。言わないと、あんたから殺すわよ。言わぬ。貴様のような貧相な胸の小娘に教えてやることは何一つ持ち合わせてはおらぬ。あんた、本当に死ぬよ。いい覚悟だ。俺は悪魔も女も嫌いだが、命がけで家族を守ろうとするその覚悟気に入った。何あんた邪魔するつもり。俺はこいつを父親のところまで送り返すって約束したんだ。だから殺させるわけにはいかねえ。こいつは俺が守る。何をバカなことを申しておる。こやつの狙いは余じゃ。なぜ逃げぬか。男が一度交わした約束だ。死んでも守り抜いてみせる。主、そこまでの覚悟で魔王ゼノンの娘であるヨトの約束を本気で守り抜こうとしておったのか。なんだ、お前信じてなかったのか。失礼なやつだな。バカ者、殺されてしまうぞ。武士が死ぬのは勝手じゃが、太郎と花子が悲しむであろう。心配するな、俺は死なねえ。まだやるべきことが残ってる。魔王ゼノンを倒すので俺は死なねえ。わからぬ。お主の行動さっぱり理解できぬぞ。別に理解してほしいとは思わねえよ。俺はただ自分の流儀を貫きたいだけだ。あんた完全に私を舐めてる。
だけは認めるけど、相手見てやらないとどういう目に遭うか教えてあげるわ。やるぞ。グリーン
という強さじゃ。これが魔人の力か。冗談、こんなのまだ全然本気じゃないって。けど実力の違いはよく分かったでしょ。じゃ、案内してもらうわよ、魔王ゼノンのところに。待てよ。まるで勝ったみたいな言い草だな。ちょっと気が早いんじゃねえか。アデル、戦いはこれからだぜ。まだまだ奥の手があるんだからよ。しつこいやつね、見え張っちゃって。せっかく生かしておいてやったのに。もしかしてあんた窓？何が何でも約束は守る。お前を必ず父親のところへ。なぜじゃ。世は魔王ゼノンの娘、お主の敵なのじゃぞ。これは嘘ってやつが大嫌いなんだよ。ただそれだけのことだ。ああ、こういう熱血キャラ苦手なのよね。こいつ殺しちゃっていい？待て。じゃあ教えて、魔王ゼノンはどこにいるの？それはいい、本当に殺すよ。言えぬ。ああ冷たい女だね。かわいそうに見捨てられちゃったよ。あんた関係ない。これは俺の戦いだ。ただ自分の流儀を貫くのみ。ニュースの時間です。まずは今週のピックアップから。魔王ゼノンの存在が確認された辺境世界ゼルダインが今一番熱い。当番組では話題のベルダイムに大注目。100万年もの間謎のベールに包まれていた魔王ゼノンの素顔は明かされるのか。魔王ゼノンの最強伝説を切り崩すのは誰か。当番組を見ている魔人魔王の皆さんも伝説にチャレンジしてはいかがでしょう。どういうことだよこれは。俺様が体を張って手に入れた情報なのに、なんで俺様の名前が一言も出ないんだよ。俺様の華麗なる復活劇はどうなる。これは俺様が起こしたムーブメントだろ。俺様が作ったベルタイムブームだろ。なんで俺様を無視するんだよ。私たち完全にテレビ局の連中にはめられちゃったのよ。確認したら約束のギャラも入ってなかったわ。電話しても知らぬ存ぜぬよ。そんなじゃこの墓地で朽ち果てろって言うのか、このダークヒーローアクターレ様が。そういうことになるわね。テレビ局の連中が迎えに来てくれないと私たちには帰る手段がないもの。俺様は諦めないぞ。俺様はダークヒーローアクタールだ。どんな手を使ってでも帰ってやる。アク
ーリちゃん。俺様には帰らなければならない理由がある。帰るべき場所があるんだ。くそ、あんな女に負けるなんて。大した怪我じゃなくてよかったよ。みんなを無事に返してくれたその魔人に感謝しないといけないね。約束一つ守り抜けないなんて情けねえ。口先だけじゃねえか。俺にもっと力があれば。兄ちゃんが喧嘩して負けたのなんてすごい久しぶりなんじゃない。魔人って強いんだね。そんぼりしないで兄ちゃん。今度花子が引き返ししてあげるから。そうよ、落ち込むなんてらしくないわよ。強くなって次に勝てばいいじゃないの。けどよ。アデル、今は生きて帰ってこられたことを素直に喜びなさい。負けたのが悔しいのはわかるわ。あんたが私たち家族のために戦ってくれてるのもよくわかってる。でも私たちにとって一番大事なのはあんたが生きてこの家に戻ってきてくれることなのよ。これだけは約束して。何があっても絶対に生きて帰ってくるって。なんだよ急に。いつもはゼノンを早く倒してこいってうるさいくせによ。アデル、わかったよ。男の約束だ。絶対に守る。どうしたのお姫様。さっきからずっと黙ってるけど。どこ。いや、そうではない。姫様はすごいですね。傷の治りがみんなよりも何倍も早いし、さすがです。第4話、アクターレの秘策。なのですか。どうしたのです父上。何があったのですか。お答えください父上。夢か。嫌な夢じゃ。悪しき前触れじゃろうか。Yeah.